はいえー、2021年5月29日分の雑な配信です。しかし、日付変わって今0時45分です、えー。5月30日の0時45分になってしまいました。<laughs> えー、なんでかっていうとですね、あのー、今日もうネットフリックスを大会するっていうのはずっと言ってるんですけど、そんな中で今日ぴょろっと出てきたんですよ。なんだろうぼ、僕の音声に反応するのか、 何かドラクエというワードでなんかいろいろここ何日かやってたせいかわかんないけどおすすめにドラクエ・アベル伝説がネットフリックスで出てきましてねあれやネットフリックスでドラクエのアニメ見れるんだっていうのででまあ僕ま昔見たことあったんですよあのまあそのリアルタイムではないんですけども あの知り合いがビデオに撮ってくれたのを送ってもらってそれをあのち,ょちょっと遅れで見るとかそういう感じで勇者アベル伝説を見てたのであのとと飛んでる話もあるしで後にレンタルビデオでアベル伝説が出たんですけどそれはですねすごい短く編集されてるアベル伝説で。 完璧に見たことなかったよなぁと思ってじゃあ見直してみるかっていうのね「ドラクエも35周年だし」っていう <laughs> とかもあっていやー見始めたんですけどこれ1989年の作品なのね「アーベル」ですけどあのこれがな,なんだろうねあのも,もともとその打ち切りの アニメなんですよ途中で視聴率が悪いとか反応が悪いっつうのでじゃあやめよっかっつってやめたらなんでやめるんだよって怒られてで第2部が急に始まってでウィキペディア見たら第1部が30話構成ぐらいでやってて第2部が10話っていうねい急いで話を終わらせましたみたいな感じの話であの僕はその最後の戦いとかも本当にひどいなと思ったりとかしてたんです でもその、いろいろ当時の人がね、ファンタジーを作りたいと。今みたいに異世界転生みたいなのがバンバンできてる時代じゃないから、そのファンタジーのアニメっていうだけでも割と価値があった。でも、結局今見ると、本当に流行った映画とかの焼き直しがエピソードエピソードに入ってるだけで、たまにそれがね、 1>, あの1話完結の話じゃなくてね3話構成とかであの話を綴られてるんですそりゃ子供見ないよと思ってね <laughs> 他にも悪い要素がたくさんあってあの、まあ、悪口になりますけどしょうがない,いあの企画っていうのはちゃんと練ってでその形にするしかない子供魂を作ろうとして でも子供は騙せないだから本気でこれが面白いんだとかっていうことがあればいいんだけど本当に大人の悪ふざけとあと当時はまだファミコンの時代でまあファミコンのアニメ化なんつうんだったらこんなもんでしょうみたいなさあのもあったしでそのそういう舐めた姿勢であるからこそそういう舐めた姿勢でゲームを原作にするアニメなんてっていうものの姿勢だったところもあって だからこそ、ロードス島戦記みたいに、この、ちょっと、なんだろうね、凝った感じの作りのアニメーションが跳ねるわけですよね。これは、これは今までの子供魂じゃないぞって、あっちはあっちで、いろいろあれなんですけど、でも、当時のアニメ技術のレベルとしては、もう団地の、テレビシリーズなのか、OVA シリーズなのかというところでもあるんですが、全然違うわけです。でね、 あの1989年というとですね、まあ、バブルですよね。まだ昭和続いてんのかな、昭和60年ぐらいが、あのもう僕も割と記憶が曖昧ですけどね。で、あの、えー、イ,ケイケイケガールの、あのね、アッシーくん、メッシーくんっていうさ、 これ,これぐらいの時代だと思うんだよね。その女の子がちやほやされて、えーまあ、合コンかなんかやって、えーあの、車で送り迎えだけしてくれる人をアッシー君。そんで、ご飯を食べさせてくれるレストランにだけ連れてってくれる人をメッシー君っていうふ、えー、うにメディアが、ね、作った言葉なんですけど。うん、なんてひどい 女ななんだっていうようよでもそれが社会の常識でであの大学生とかがあのあの卒業さえすればあーもう就職先なんかもう選び放題だとだから自分に才能があろうがなかろうがいいとこのあ学校出てさえすれば企業はもう泣いてほしがるから。うん 学生の方が企業を選ぶという時代でもあったわけです。今じゃ信じられませんね。大学出ても仕事先がないって言ってさ、どんなに才能と学力があったとしても、低賃金で働いてしまうという人が多くいたりとかあー、就職氷河期なんていうのが後に来るとは思ってない時代に作られてるアニメです。何が言いたいかっつうと、えー、ティアラというですね、 おさげの黒髪の女の子がいるんですけどこの子がねその時代を反映したあのまあすごい発言権を持った女性というかでもあるんですけどあのうざいのこの子がね第1話からですよ 1> あの第1話がね、なんだろう、なんでこの話、第1話にしたんだみたいな、まあ、その悪魔に世界がこう席巻される前の平和な世界を描きたいし、キャラクターの友好の度ですよね、このヒロインと主人公、アベル、それからその村に一緒に住むモコモコという人,た人がどういう関係なのかというのを描くエピソード、でモンスターも出ないし、えー、何も起こらないと。 うんいう話なんですね、えー、この中でティアラさんがですね、あの私いろいろ思いついちゃったってってさ、なんか飛行機みたいなの作るんです。自転車飛行機みたいなのね。飛行機作ったよってって。で、これを飛ばしたいと。実験したいと。うだから、あのー、村の,、ね、あの男の子のモコモコとアベルに、あの私の作った飛行機で空飛んでよって言うの お前が飛べよと思ってさ、あのなんでアベルにあの乗らせるんだと思ってさ、だからその自分で考えた飛行機を乗ら、乗ってもらうぐらい仲がいい幼なじみなんですよっていう説明なんだけど、あのなんだろうね、乗ってもらうことがまず当たり前にある環境っていうさ、いや、ちょっと待ってって、自分で作ってテストもしないままさ、あの、 こ今度はうまくいくとかっつってさああのそれはちょっと勝手すぎないかって思うんですねアベルールですねあーそっかだからその,あの、まあ、これ今の時代のアニメを作ろうっつってキャラクターにそのあー今の女性像ってこうでしょっていうのを見てたんだろうなと思うんです でも、やっぱりこれを見てね、その、ティアラは後にその魔王軍にさらわれてしまって、この、お姫様を助け出すという設定に沿うためにさらわれてへんで、魔王軍側のエピソードとして、ティアラのエピソードがまあち、ちょいちょい入るんだけど、あの、助けたくない。<laughs> なんでこんな女助けなきゃいけない。赤き聖女だからっていうのでさ、 あ,あのあってさ、まあ、アベル君は幼なじみだから助けなきゃっていうその行動理由になってんだけど、じゃあ最初からせ平和な村の描写とかいらねえんじゃねえかなとか思うわけです。いきなり事件が起きてさらわれて、えー、大変だっつって、わけも分からぶたず助けに行こうとして待ちなさいっつって、じゃあこのブトとあの衣を授けようっつってさ、それで旅立てばいいじゃん。そこ,こまで10分で分あとなんか ね、バラモスの配下の一の刺客とこう戦うみたいなさそれが戦うのが2話になってんですよどんだけのんきなんだよと思ってさあ,ーあのりんたって思ったんだけどあのこの制作総資金がリンタロうというねあのアニメ業界の重鎮だった人がリンタロうほんとすごいねファ,ファイナルファンタジーも作るし、えー、ドラゴンクエストも作るんだけどでも この人がスタッフクレジットに載ってないんですよね。僕はてっきりいろいろ指揮してるのかなと思ったけど、多分企画会議の一番最初にだけ顔出して、うん、いいんじゃないみたいなことだけやって、えー、仕事もせずにお金をもらって、えー、まあ俺も偉いからみたいな感じで下っ端に全部投げるみたいな感じにやった結果がこれなのかなとも思ったりとかしてますけど、あの、倫太郎はひどいね。本当にひどいね。あの、<laughs> リン太郎あの銀河鉄道999の劇場版とかからアニメを作って,作ってるというかいろいろ任されてる人であの、まあ、映像表現とかに、えー、定評のある人なんですけどうでもやっぱその片りがあんまり見えないであのいい企画だしこういうことをやればいいんじゃないですかみたいな感じでで堀井裕二ドラゴンクエストの堀井裕二は別にそのシナリオ見ないとか映画見ないとかまあ嘘だと思うんだけどその、 チェックしないんだろうねそのドラゴンクエストユアストーリーの時も言われてましたけどああそうだユアストーリーがね今おすすめに来てるんですよどうしようかなと思って頼まれても見たくないって思ってるドラクエユアストーリーが今あんだよなネットフリックスにと思ってねきついと思ってでも一回一再生したらそれもあこの人も見てますよっていう判定になるから 見ない方がいいかなとも思ってますが、ああ、そうだ、ユアストーリーの現場もドラクエ5ですね。うわあいろいろ今日なんか書くのノイズになりそうだなと思うけど、うーん、どこまで話したああ、そう、ティアラが気に入らないって話ですよ。でも、このティアラというのは発明家なんですね。だから快活な少女としての、 何かヒロインにこう特性を付与しようというときに発明家これあどっかで見たなと思ったらさゼルダなんですねゼルダのブレワイも結局研究者ですから立ち位置的には同じなんですよだけどまあゼルダの方はストーリーを読んでいくと まあ、カエル食わせようとしてたりとかするので、いかがなものかと思うんだけど、ね、あ,のあっちを助けたいと思うわけですよね。だから、まあ、その、どういう演出で、その、お姫様を描くかってことの違いでもあるし、時代の違いでもあるんだけど、それにしても、このティアラという女性女像がですね、あの、よくない作りをしておりましたあ。気に入らねえっていう話だけじゃなくて、これは、 本当に、あの、会議が足りなかったんだろうなと思います。なんとなくこうしようという。だから、それで言うと、ドラゴンクエストユアストーリーにも通じる、そのあーな、作品に対しての愛情のなさみたいなさ、人気のコンテンツだから、今アニメ作っとこうみたいなそそ、作っとけば喜ぶんだろうって、とりあえずで、線が引いてあって、セルガに色が塗ってあったら、 子供は見るだろうと思ってたわけですけども子供なんてこういうの簡単に見抜くわけですから、うん、アベルアベルってうるせえ女が必ずこのすれ違いでね何回かこうすれ違いをするんですけどね助けようとして助けられそ,そのたんびにこの女はアベルアベルって言うんですよでもアベルの周りにはモコモコもいるし、えー、ヤナックもいるしデイジーもいるんですようん。 でもこんなの全無視で主人公のアベルだけにしか物を見ないという、ね。だから視野も足りないし子供だからしょうがないと言いながらでもその子供の思考がこのイケイケガールのバブル時代にアッシー君メッシー君っていう風にに言ってるような。だから、ね、こ,のこのティアラはですねその魔王軍に捕まってもですね魔王軍の,その食事運んでくるやつとかにやっぱ同じように接するわけです。道具というか。 利用するるために付き合ってやっててやんだよっていいう付き合だからこのアニメ「ドラクエ」の制作所はどんだけ女の人が嫌いなんだっていうぐらいにね。なるほこの時代を反映してる金が全てだっていうこともそうだしうー、ね、宝石モンスターだったらやっつけるけど宝石モンスターじゃないやつはやっつけないとかもそうだし、まあ、時代が生んだって言えばまさにそうなんだけど これを見て面白いとか旅に出たいとかドラクエみたいっていう風に当時思ってた人がやっぱ少なかったんだろうなとで、えー、視聴率もあの10%取ってたそうですウィキペディアに書いてたんでまあどこまで信じていいか分かんないけどうで当時のアニメは15%以上、うん、取るとらあのドラゴンボールが3 0 あられちゃんが36%とか取ってて、えー、だからそ,うそういうのじゃないと切ると。だ大の大冒険も途中でこう切られるわけですけど、ドラクエのアニメはそうやって途中で切られることが多いね。で今、ドラクエのアニメといえば大の大冒険が土曜日に作られてますけど、うあれも何だろうね、その。 リメイクとして最後まで作るみたいですけどあーまあ意地で作るんだろうなと思うんですスクエアが途中でなんか株で失敗したりとかしない限りはお金はスクエアが持って作りきるんでしょういやかねちょっとねドラクエっていうのをアニメにするコンテンツとしてはやっぱりちょっと弱いというか 作ろうとしたときにいいものを作ろうと、まあみんな思うんだろうけど、で、いいものを作るために一生懸命仕事をしてね。びっくりしたよ。アニメーターがほとんどいないんだよ同じスタジオで。だから、このアベル伝説を作る1年の間にさ、ずーっと絵を描き続けてる人がいるんですよ。しんどいよ、しんどいよってって、だんだん絵がダメになってきたり、アニメーションが本んに1話以外全部紙芝居だから。あの どんだけひどかったんだって制作環境もひどかったんだろうなとも思うんですけど絵もひどいしねうんなんかねそういうのでねあのただ作るってだけじゃなくてそこにはちゃんとした準備とか本当は必要で何、えー、だろうねあとそのこの 本当はアベル伝説はトリヤ・マキラのキャラクターデザインが何も反映されてないという,うだからやっぱ東映が作るしかねえんだなと思うんですけどあれは制作環境って東映が一番整ってた時代でもあるんでだからドラゴンボールってレベルの高いアニメーションができてたわけですけどアラれちゃんもそうですけどうそ,それに気配る余裕がないんですよトリヤ・マキラがせっかく書き下ろしたキャラクターの魅力何にも使ってないあの あのね、妖精の世界樹の妖精みたいなのがあってさそこにさ毛皮の妖精が出てくるのね何だろう鳥を擬人化したような妖精が出てくるんだけどこの妖精鳥山明のデザインだとふわふわしたあーこう 妖精とは言いながら、コロポックル的な感じなんですけど、これがアニメに描かれるときに、体に後輪をまとって、まるで天使のように光るんですね。いやいやや違ううだろうと あのなぜこの妖精といわれるものを動物寄りにデザインしたのかというところを汲み取れよって思うんだけどそんなの関係ねえと妖精っぽく見えないから1個エフェクト足しちゃおうっつってさあのはなんか体が全体から光ってるようなホワホワホワっていうような感じの入れたりとかしてだからそれだとその。 ドラクエの世界観でこの生きている生物であるという妖精とは言われながらこれは生物であるっていうようなことを分かんないじゃんと思ってさだから全部イメージで書いちゃってその改変しちゃってあの安いイメージに落とし込んでるっていうところとかさ何にも汲み取っちゃいねえんだっていうね、えー、残念だなと思うわけですそれがもう1から10まで、えー、続いてくで やっぱ物語の前半でねお話があの第1話がレベル1で第2話がレベル2って言うんだけどあのあの CM が入るでしょ15分ごとにその CM のところでねあのこれはダメな演出だなと思ってさ、まあ、当時もそう思ってたんですけどファミコンのコントローラーが右下に出てきて あのポーズって出てそれで CM 入るの。で CM 明けはそのポーズを解除してあのまたお話がね CM の後にお話が続くんだけどこの演出さドラクエ分かってないじゃんあの。ゲームってやつにはポーズボタンがあって好きに止められるでしょっていうさでもドラクエにはポーズボタンがないんですよ。 あのドラクエはポーズボタンを押しても何にも反応しないんですよ。あするわ、ごめん。ドラクエワンだけはあのトラマナの効果が時間だからポーズが確か効いたはずですね、えー。でも、ドラクエってポーズボタンを押す意味がないんですよ。なんでだと思ってさ、なんでこれを他の他のファミコンゲームでスタートボタンを押してポーズかかるっていう演出で、だからこれはドラクエに対して理解が少ない人が作ってるとしか思えないんですよ。 ゲームってこんなもんでしょうファミコンってこんなもんでしょうみたいなさあ。子供が遊んでるゲームなんてこんなもんでしょうだから、その子供をバカにしてる感じと、ドラクエを愛してない感じに作ってる、あーこれが一番の問題なのではないかなと思ったりもします。まあ、それで言うと、三条陸だってどうせ大の大冒険書いてるとき、ドラクエ愛してないんですけど、あ ただアプローチの仕方とシナリオの書き方がうまかったが故にあのあれはあと「ジャンプ」で連載されたっていうことも含めて、えー、いい方に転がったんだと思うよ。褒められる絵じゃないしさいあの稲葉さんが描いてるあのキャラクターってどんどん絵がダメになってくからさ相当漫画描くの嫌だったんだなと思うんですよ。 原作付きの,その、ね、自分じゃない、自分にほとんど権利がないあのドラクエの漫画書描くなんて、ね、オリジナルで勝負したいってずっと思いながらだけどそれを書かせてもらえなくて大の大冒険終わった後に今度月刊ジャンプで冒険王ビートってやつを書かなきゃいけなくなるんだけどやっぱりもう,もうこれで書くしかないって,言って腹くくって多少絵が上手くなるんだけどねでもやっぱ違うなと思ったりとかしますね。かわいそうな 企画に乗るってことで漫画家としてね何年かやることも生きる道ではあるけどやっぱかわいそうだなと思ったりもしたりしますあの人本当はアクション漫画とか描きたくなかったんだろうなっていうのは逐一苦手だったんだろうなっていうのは思いますしでね 夕方まで一生懸命見て18話まで見たところでね記憶がないんですよ寝ちゃってね <laughs> 一生懸命見たんだけど前話ちょっとまだ見てないんでまあどんなことが起こるかはもう知ってんだけどさ、まあ、細かいところで、あのー、演出忘れてたりするんでまあ今見るのもいいかなと思うけどあ,あの ただ、この話つ、つまらないし、面白くないんだけど、まあ、志は高かったんだろうなと思うところがあるんですその。それまでのアニメの演出にない、そ,のそれこそ,そ、第1話をレベル1と表示したりとか、その普通の子供が見るアニメだったら、オープニングになんか、ドラクエの歌を入れたりね、勇者用 UK みたいな歌入れたっていいわけですよ。だけど、それを、 流行歌の「夢を信じて」という歌にして、えー、それがエンディングに流れるだけなんですねだから始まるよっつって始まるんじゃなくて、えー、お,お話がちょっとしたアバンがあって、えーえー、もうすぐお話が入っていくっていうねこれとかセンスいいなと思ったりとかするんですで やりたいこととしては少ないセリフの数で物語を進行させたいんだろうなっていうのは分かるんですけどだけどその少ないセリフをあのなんだろうセリフを削るという行為しかしてないのであのなんだろうね語彙力がないキャラクターになってしまうちゃんと話せよみたいなそのねえーえー、だからアリアハンで、えー、王様に会うんだっていうのを アアリハアンだけ作ってむって、てうんですよあの君らで分かってるんだろうけどあのちゃんと見る人に伝える努力もしなさいよって思うんですテレビだしでもそれが多分挑戦だったんだろうなと思うけどやっぱあさっての方向を見ててそのキャラクターの関係性であるとかっていうのがあの子供に分かりづらいだろうとかっていうところが非常に多々ありましたね えー、まああと,なんか、まあ、と当時のアニメとしては非常に凝ったあ画面構成だったりとかっていうのもちらほら見られて、えー、なんか新しいもの作り出そうという気概はあったんですけどそれがまあ身を結ばないしょうがないキャラクターの設定から間,間違ってんだから「おいら」って喋る勇者だしさ。 ああねドラゴンボールかよ孫悟空かよって話ですからオスオラ悟空からちょっと持ってきてオイラなんだろうなとか思うしさああモコッチとか嫌なくのその口癖とかもねなんかおかまなんだかなんだか分かんないけどこんな喋り方する人パーティーにいたら嫌だなみたいなさああそんなのしかないああでもねこのまあ その惜しいなという作品ではあったんですがあの僕はねこのアベル伝説がね素晴らしいと思うところが1点あるんですこれはもう揺るぎないね男女平等これ偉いなと思うんですよ男女平等版羅版羅監督 <laughs> デイジーというキャラクターがいましてこれはデイジーはあの ね、なんかこう太ももとかああの半袖とか <laughs> 半袖じゃない腕とかがこう露出してる戦士ですねビキニアーマー的戦士なわけですけどまあその女のキャラクターだけなん,でなんでこんな鎧着せないで、ね、水着みたいなの着てんだけしからんってなるでしょ普通のファンタジーは違うドラゴンクエストアベル伝説は男の勇者も あのほぼ全裸なんですズボンしか履いてない、ズボンとたすきしかつけてない勇者なのであの、平等なんですね、これね。ああ、いいなと思って、しかも男二人半裸ですから、嫌な服しか服着てないからあの、ああ、そういうところで、これ、平等なんだと思って、女の子だけその裸を見せるっていうことをするんじゃなくて、それで言うと、敵も、う 敵も平等に裸なんですよバラモスなんてもうなんかあの前張りしかやってないようなキャラクターでさ、うん、ねっここ,ここになんかあってさこ股間しか隠してないであと体全部真っピンクのさやっぱ変態だなと思いますねえー、バラモスも半裸、ほぼ全裸素晴らしいと思って でこ,これがかけていながらさそのモブキャラとか設定で指定してないからさあのそのアニメーターが勝手になんとなく「ドラクエってこんな世界観だろ」っつって服着せたりとかしてるから世界観の統一性がなかったりとかするんですけど、うん、そこが本当に惜しいなと思っても,もっと時間かけてあのこの世界でアニメ「ドラゴンクエスト」のこの世界では。 こういうふうにことが動くんだとかこういう法則があるんだっていうのをもっと話し込んででちゃんとそのキャラクターの描写ができる脚本家を読んで書いてもらってこれでいこうっていう形にしないとなんとなくで進めてなんか結末も決めずに始めたから結局打ち切りで終わるんだっていうさあ,あのことなんだと思うんだけどさでその打ち切りで終わらないって思ってる頃にはそのストーリーの進行が遅いわけですよ 3話構成でお話を作ってみたりとかしてさ、いらないシーンいっぱいあんじゃんと思うんだけどあ、でもその、当時流行ってるアクション映画とかのお演出をしたかったりとか、あのパーティーが途中であの別れる話が序盤に入ってんですよあ。アベル一人だけで氷山に行けみたいなさ話で、我々は先に別のところに行くなんつってさあの、まあ、いわゆるキャラクターが分かれて、その演出でさ、 あの片方がピンチになったらまたその違うパーティーの話を持ってきてさその違うパーティーの話がまた展開しそうになったらさ戻すっていうその見てる人の気持ちを切らさないように、えー、こうピンチピンチピンチをパーティーを2つに分けることでつないでいくという手法があるわけです。まああの後にロストとかでやられる非常に頻繁にやられる手法になるわけですけど。 あれはキャラクターに感情移入ができる前にそういう演出をされると結局はそのあの何を見ていいか分からなくなるのでやめた方がいいぜって思うよっぽどうまくないとああいうそのあの場面転換でキャラクターがそれぞれ違うところで戦ってるみたいなのはあやれないわけですよ。ハンター×ハンターだってうまくできてないんだからあのドラクエでうまくできるわけがないっていうさ。 なんかねそういうのをずっとストレス抱えながら見てたら夕方に寝て、えー、目が覚めたら今っていうね <laughs> いやー体力使ったんでしょうねあの面白くない話一生だから面白くなかったら切ればいいんですよだからまあ今もう見てないから切るかもしんないけどあの普通はそうやるんですだけど せっかくだからっていうのでまあなんかいいとこ見つけようとかその当時のアニメのねあの背景が背景が水彩画みたいなさ背景のやつとかキテレツ大百科の背景みたいな感じのやつとかさあななんか懐かしいなとかこれにはこれの利点があるなとか今のアニメはもう背景なんてみんな綺麗で描き方が整っててさ あなんかすごく手をかけたように綺麗な背景になってたりとかするわけでそれに比べるとこの頃はすごい手書き感とかすごかったなと思ってさ乱暴な作りだなとか思ったりもしながら、まあ、これで作るしかなかった時代と今とでもまだアベル伝説の頃はアニメの数なんて少なかったから今みたいに夜中にバンバン何十本もアニメができるような時代ではないので。 エヴァンゲリオンもまだ作られてない時代なんでねあ,あのー、そういうのもちょっと思いながらねまだアニメ業界が舐められてた時代でもあるんだなと思いますだからその時代になんかいいものを作ろうと思うんだったらあ日本アニメーションみたいに、うん、ハイジ作ろうとかさあ小工場セーラーを一生懸命作ろうと児童文学を子供に見せるために えー、日本のアニメの水を集めた、あそれを週刊週刊の放送でね、えー、やろうなんていう挑戦にまでいかなければいけないわけで、それはやっぱ難しいよね。あのまあそ、それこそ日本アニメーションも、アライグマラスカルから何からやってう、最終的には今度何作るってね、ティコに行ってしまうわけですから。あの いよいよ作る話がなくなって、で、人気のあったコンテンツのフランダースの犬とかをリメイクするということをやって、えー、それで結局消えていくわけです。役目を終えたということでね。うだからやっぱリメイクとかいうのもやっぱいかんのだろうなと。だから今、大の大冒険がリメイクで作られてるっていうことに関してもね、いろいろ改善、解約されたっていうことに関しても、やっぱ違うんじゃないかなーっていうふうに。 思った,りとかいたしましたね、ねまたあ今日日曜日なんで <laughs> あの、アベルの続きをうんうん言いながら、ラブパトリーナも見ずに、えー、アベル伝説見ると思うんですけどね。いやー、これはう、まあ、受けなかったっていうのは当然だよなとは、やはり思ったりとかいたしました。あのねで そのティアラが発明家であるんであればその発明家である部分とかを利用してさあの何かこう展開があればまだ話はわかるんだけどそんなこともないんだよね。うんうん、だから第1話が伏線になってて、えー、伏線という言葉も使いたくないんだけどこの第1話は結局必要だったんだってことがないの。 ドラクエの話って、そのいわゆるファンタジーの定番であるさ、古の古文書ですよ。古の古文書古の文書があるでしょ。これに何千年前から勇者が来ることが示されてるとかさ、こういう風にすることが書かれているっていう、まあノ、ノストラダムスの前の時代だからさ。 ストラダムスの第表現の10年前の話だからこんなんみんな大好きでやってんだろうけどそれって結局はさ運命は決められてるって話でしょ必ずこの村に来て勇者様は救ってくれるっていうさ人,人生とかは切り開くものではなく決められてるものだっていうさここの構図に対してあのファンタジーだからいいだろうっ,つって そのむ昔その,そのもの青き衣をまといて金色の野に降り立つべしもそうだけどナウシカのねあーその決められてるわけねえんだっつね古きい伝えは本当であったっていうふうに言いたいのはわかるんだけどそれは結局あの決められたあ 昔からそういうふうに記されてる通りのことをやったっていうだけの話でさまあそれがゲームであると結局ゲームは選択肢なんかないんだっていうプログラマーじゃないやゲームを作った人が作,作りたいように作ったものを遊ばされてるものなんだっていうことでの,あのメッセージかもしんないんだけど。 まあそれにしてもね行く先々でねでねいにしえの教えは本当だったっつってさあの言うのとかねもういいよって思うのやめてくれよって思うの <laughs> 勘弁してくださいって思うんですがこういうのがやっぱわからないんだろうなと思ったりとかしますね。あの で堀井雄二は多分キャラクターあんましゃべらせるなっていう風に多分言ってそれをおー作る人たちが勘違いしたからこそこんな作品にもなったんだろうなと思うんですうーでもアニメはどうしたってさその動くキャラクターに感情移入をする喋らないからこその感情移入ではない パターンなのでもうこれはしょうがないよななんて思ったりとかしますもう作りたいものがゲームじゃなくてアニメなわけですからあアニメにはアニメの手法があってっていうのでーのーそれが本当にうまく勝ち合わず面白いアニメにならず面白いアニメだったらみんな「あこれ面白いっていうっつってマジで!」っつって広がっていくわけですからあのそうじゃない作品でつまんない作品をただ見たっていう。 ドラクエがアニメになったやったーっていう話題だけでちょっと見て飽きたっつってそれは飽きるよだって面白くないんだもんこの話何一つ褒められる点がないんだもんあのー、ねあのー、アーベルの声をあのー、星ヒューマの声優の人がやってるアムロレイの声の人がやってるんだけどあのー、一番脂が乗ってる時期の声優としてすごくこう大成してあのー 主,主役の声をやって、えー、まだヤムチャでからかわれる前のアベルの声をやってるあたりとかねいやもうヤムチャは出てたなからかわれてる時代だったな <laughs> ああまあそ,そこぐらいが見どころかな今は聞けない声優の声とかが入ってるぐらいがあ今の 価値かなと思うでバラモスはいまだにずっとその空中移動要塞で羽を畳たたんでずっと黙って偉そうに指図してるだけっていうねあのずっとずっと眉みたいな感じになって「うむ」なんつってあの部下に全部やらせてたりとかそうなんですよだから魔王軍って強いんですよなんか人の心を操る、まあま、マヌーサを マヌーサ的な魔法なんだと思うんだけどそのマヌーサをかけてさ人にさその秘密を喋らせたりとかできるのもうコードギアスみたいなもんなんですよだからこの力をもううまく利用すれば世界を収めたりとか世界を牛耳るなんてさ糸もたやすくできるわけ何にもかかわらず なんかバカな人間にいつも邪魔されるというか勇者が登場すると負けるという役目を背負ってるが故にさ勝てないっていうねあのね悪魔というかあのモンスターの見た目をしてるからさ、うん、どこか愚かだったりとかす,すればいいんだけどこいつら頭いいしあのやり方間違えなければ。 もうあっという間に世界を征服できるじゃんその能力があったらできるじゃんって思うんだけどしないんだね彼らはの,あの,のらりくらりとそのあのまずはまずは竜の力を手に入れて不死身の体になるのじゃとか言ってーティアラも捕まえたまんまにするのじゃ。 アベルを倒すのじゃーってつってもなかなか倒しきれないとかねあの。空を見てる人はイライラしますよ。そういうもんだと思ってても。だからゲームってそういうもんでしょレベル1から始めて、レベルが上がるまでずっとなんか違うことやって、最後に魔王の城に行って、魔王を倒して終わりっていう、そ,それがゲームでしょっていうふうに。だからそれがなめてるって話なんですよ。 話すぐ終わっちゃうでしょ ?RTA みたいなことしたらすぐ話終わっちゃうでしょじゃないあのそ。そこにいろんな挑戦をしなきゃいけないのに、言い訳としてね、話がどうしてもその企画として1年放送しなきゃいけないって時に、続けなきゃいけないって時に、そ,そういうところで変な逃げを持ってしまうとさ、であれば最初から魔王,魔王軍をあまりこう強い設定にしなきゃいけない。バラモス軍を。で、バラモスの方はね、あのね、 最初ね、あの復活したてなせいもあってね、最初、バラモスとその部下のあ人しかいないんですよ。<laughs> あの後に増えるんだけどあ、あれもね、なんか、一人の部下がバラモス様、バラモス様って一生懸命崇がめてんだけど、それも意味が分かんないんだよね。その片腕一人いれば良いというような風に見せてんだろうけど。 あのちょっとやっぱ違うだからこそこうキャラクターを強くしたんだろうけど、うん、あのバランス悪いなと思いましたそれでいてなんかたくらんでる顔をしてグフフフって笑って何にもしないっていうのがやっぱり毎回毎回続いていくと子供は「ああだめだこの『ドラクエ』のアニメつまんねえや」つって「ベーゴマやろうぜ」っつって。 そ,それこそあのファミコンやろうぜってアベル伝説なんか見てないでファミコンやろうぜってなるんじゃないかなと思いましたねだから本当ものを作る人っていうのは、うん、いいセ,センスかな一番大事なのはセンスかなでセンスのない人の発言とかアイディアを 切り捨ててるっていうことかあの面白くないから採用しないってはっきり言える人が多分必要なんだろうけどまあそういうのは今もそれ,それができてんだったら今は面白いアニメばっかりが世に出てるはずなのでそんなことないんだなと思ったりとかあとはアニメ会社ですねこ,この頃はまだそのいろんなジャンルに特化したアニメ会社っていうのがなくて 今みたいにその美少女ばっかり描きたい人だけが集まって作ったアニメスタジオとかさそれが今できたからこそそのかわいい女の子の理想の女の子を作り上げてそれでアニメの話を作るっていうことが可能になってるわけですよ少数精鋭で。でそのね僕なんかはどれ見たって一緒だろうって思うんだけど作る人からするとこれは可愛くないとかっていうのが あってでその気の合う仲間というか美的感覚が一緒なチームというのを今作れる時代になったのであの,のんのん日りとかさあのそれまでにないタイプのアニメを作るということが作りたい人が集まったからできたっていう、えー、形になるんだと思いますだからマドカマギカなんかも多分作れなかったんでしょうね昔はあんな。 あんな風な企画を通すことはできなかったんだろうなと思うんですが、ケンマのフレンズもできなかったんだろうなと思うんですが、うーんそう、そこかな、なんていうふうに思ったりとかしました。ちょっと勉強になりましたね。さて、じゃあ、今日はもう一つ、ね、ドラクエの5をちょっと振り返りながらなんかやろうかなと思うんですけど、 これ、アベルの話と分けた方がいいかな。アベルの話は悪いから、ドラクエの話はドラクエでまた分けて、<laughs> ちょっと今度はおとなしくね、書こうかなと思います。じゃあ一回ここで切り上げます。ありがとうございました。ーまあでも皆さんも見る機会があれば、ああ、こんなにクソだったんだ、アベル伝説っていうのが、ーまあ今はそうやってね、 どっかしらで見れると思いますんで見、見てみるとよろしいんじゃないでしょうか。じゃあ、一旦終わります。お疲れちゃエ